部屋で休みましょう。このお方、どうして川から…
お疲れ様。博士が立てたプランを信用しているとはいえ、探知可能範囲があまりにも狭いわ。今回も見つからなかったら、一旦キャロルを待つべきか、それとも場所を変えてもう一度試すべきか。これが終わったら話し合いましょう。お疲れ様。本部がセントフォンテーヌに出現した未知の生物に興味があるようで、データをもっと集めてほしいと博士に言われたわ。この任務はキャロルに任せたかったけど、今は人手が足りないから私たちで分担するしかないわね。ああ強いて言うなら確かに何かあったわ。彼女家出したのよ。もう見つかったそうよ。今朝先輩から連絡が届いたから心配いらないわ。何が何でもセントフォンテーヌには行きたくなかったみたいで、出発前夜両親が寝静まった後に逃げ出したみたい。あの子追っ手を巻く腕は一流ね。2、3日かかっても見つからなかったの。挙句お金がなくなったから自分で警察に行ったって聞いたわ。天命からの連絡によると、もうこっちに向かっているとのことよ。あの子が到着したら、反省会を開かないといけないわね。彼女のしたことを厳しく言えば、敵前逃亡とも言える行為だもの。捉え方次第で、ことの大きさは変わるけれど、少し教えてあげる必要があるわ。あの子はいい子だけど、怒ったら周りを気にしなくなっちゃうところが、ちょっとね。あの子も、そうだったわね。話を戻すけれど、博士がデータをもっと集めてほしいと言っていたわ。種類、外形、修正、行動パターン、戦闘方法など、
それらの特徴が分かれば黒幕とその目的も分かるかもしれない。そういうことで一緒に頑張りましょう。あら、ちょうどよかった。一緒に考えてほしいことがあって。今回の任務の資料は読んだわよね。私が前に言った疑問についてあなたの考えを聞きたいの。任務報告を読んでないの？あなたらしくないわね。収集物の中にあるはずだから確認してきなさい。本部がセントフォンテーヌに出現した未知の生物に興味があるようで、データをもっと集め、この任務はキャロルに任せたかったけど。ああ、彼女家出したのよ。もう見つかった。何があの子追手を巻く腕。連盟から彼女のしたことを厳しく言えば敵前逃亡とも言える行為だものあの子も話を戻すけど、そういこの任務はキャロルに任せたかったけど、彼女家出したのよ。もう見つかった。何あの子追手を巻く。連盟から彼女のしたことを厳しく言えば敵前逃亡とも言えるあの子も話を戻すけれど、そういそういえば雨はもう嫌いじゃないの。むしろさんが食べます。
部屋で休みましょう。ずっとこのままだと体が持たないわ。